はい、こんにちは、タクシーです。今日はこれから砂丘に挑もうと思うんですけども、今回はじゃん、2ゲーム選手でやっていきます。で、1-1になったらコートチェンジありでやります。どっちが有利だと思いますか？まあさすがにこっちじゃないですか、高い方じゃないですか。高い方が有利だって、俺が勝ったらもうね、赤ちゃんになるんだよね。あー、打ちにくいってことだよね。でも、高いとこから飛んできたボールって球ってやっぱ結構跳ねるから、なんだかんだ自分の打ちやすいところに飛んでくると思うんですよね。なんならその奥側の方がこう普通の感覚で打ってこうオーバーロックしてしまうんじゃないかな。強く打てないよ。そう、ちょっとどっちが有利かまだ分かんないんですけど、まじまだ1回も打ってないですよ。そうこれでやってみます。最初はグッ。はい、有利。やばいな。いやあ、こっちの方が有利。
すげえ。やばいやばい。よっしゃー。入ってるでしょ今。だからあんまり強打が続かないやりになるっていう結果でした。